すごい音がしましてね、何の音か今思ってよく私わかんないんですけど、でそのすごい音だなと思った瞬間にもう世の中が真っ白になっちゃったんですよ、突然ね。あの閃光ってよく言いますけど、閃光ってピッて光るようなんじゃなくてバッと全体が真っ白になっちゃうっていう、音も何もありませんのでびっくりして、これは大変だと思って、下に駆け下り、階段駆け下りて、で駆け下りて伏せます。で伏せる時に目と耳をちゃんと押さえますけどね。で伏せた瞬間に気を失った。あれも崩れてしまった骨のような格好になっている遺体がまあちこちにあって、で救援がまだ届いてないんですね、3日でもね。だから大怪我だとか大やけどで、その動けない人たち、自分で動けない人たちが救援の手が届かない人たちはそこにうずくまったり寝転がったりしているんですよ。国になってきて、それからまあ憲法もできるし、ね、戦争はやっぱりやっちゃいけないなというような落ち着きができた時に、あのな、ね、原爆の被害なんだったんだろうなと、ね、軍人だから戦争で死ぬ人たちが出るのは当たり前だと思ったけど、あの被害はちょっと違うよとなって、ね、あんなに普通の人たちを残酷に殺すっていうのはありえないことだろうなと。